目から鱗のリセット学習英語の骨組み。今回は現在完了形のノリ、その後編をお届けします。まずは前編のおさらいから。現在完了形は現在と過去を一つの文中に含める表現方法です。作り方は have プラス過去分詞。過去分詞とは動き三つ目の変化。さて、今回は完了形攻略の裏技を紹介します。その前にこちらをご覧ください。現在完了形には大きく4種類の訳し方があり、覚えるのが大変。でも裏技を使えば丸暗記しなくても直感的に正しい意味へたどり着くことができます。では始めましょう。前回のフレーズ、I have finished homework、宿題を終えたを使って説明します。骨組みの基本となる have と動き三つ目、過去分詞に注目してください。完了形では意味を持たない have。これを本来の意味、すなわち今持っていると訳してみます。次に過去分詞を単なる過去形、つまり何々したと訳します。この場合ですと finished、終えた。二つの意味を後ろからつないでみると、終えた状態を今持っているということは、先ほどちょうど終えたところという雰囲気を感じ取ることができます。ということで、全体の意味、私は宿題を終えたところだ、ちょうど終えた。ちなみに、今のは学校英語で完了と呼ばれる訳し方。では、その他の意味の取り方も裏技を使ってどんどん攻略してみましょう。We have been good friends. Been は be 動詞、am is are.was, were に続く三つ目。ここでは、何々だったと訳しておきましょう。have が今持っている。過去の出来事が今現在に影響を及ぼしますから、何々だった状態が今も続いている。すなわち、ずっと何々であるの意味になります。これからもそうあり続けてほしいという気持ちが含まれることもあります。we have been good friends. 私たちはずっとと良い友達だ。今もこれからもそうあってほしい。学校英語では継続と呼ばれる訳し方です。I have met him. Met は meet, met, met, 会うという動きの三つ目。ここでも過去形の意味、つまり会ったと訳しておきます。会ったという過去の記憶を have 今持っている。すなわち過去に会ったことがある。という意味です。I have met him. 私は彼に会ったことがある。学校英語では経験という訳し方。最後は He has gone to Paris. 主人公が He。講座ではその6でお勉強した動きプラス S、三単元の S が登場します。この場合は Have に S がついてぎゅっと縮んで has がここへ。動き三つ目、gone は現在形 go 行く、過去形 went 行った、そして三つ目、gone が使われています。gone を行ったと訳します。行ったという状態を今持っている。現在完了形は過去の出来事が今現在に影響しますから、行ってしまったので、もうここにはいないという意味になるのです。He has gone to Paris. 彼はパリへ行ってしまったので、もうここにはいない。学校英語では、結果という訳し方。裏技のおさらいです。番号順に読み上げますから、目で追いかけてください。1番、動き3つ目を何々したと過去形で訳します。2番、have を今持っていると訳します。3番、2つの意味を合わせて過去の出来事が今現在に影響しているイメージを膨らませば何を言いたいのかが見えてきます。では最後にいろいろな付属部品をつないでみましょう。have と動き3つ目の間にスペースを作ります。付属部品のスペースができました。代表的な顔ぶれを紹介しましょう。just ちょうど。I have just finished homework ちょうど宿題を終えたところ。already
すでに。I have already finished homework. すでに宿題を終えている。否定文は have に not をつけて have not。これを一つにして haven't。文の後ろに yet をつけてまだ何々ないという意味を加えます。尋ねる文は have を直接前に出します。尋ねる文の yet はもうという意味。尋ねる文に already を使うと同じもうでも、え、もうやっちゃったのと驚く意味を持たせることができます。答えの文、はいなら yes I have。 いいえなら no I haven't。 ever という言葉はかつて何々したことがあると経験を伝えます。 never は一度も何々ないと否定します。 not をつけなくても never 一つで否定文を作れます。以上2回にわたってお送りした現在完了形のお勉強はひとまずここまで。お疲れ様でした。目から鱗のリセット学習英語の骨組み、次回もよろしくねーって。何がよろしくなんだか。